そうですね、やっぱり最初の1日2日はやっぱり体の部分で、ついていけない部分もあったんですけど、徐々に慣れて、キャンプでもちょっと最初やっぱりきついのかなと思ったんですけど、3日目になってだいぶ慣れてきて、はい、いい感じだと思います。そうですね、まあポジション的にゴールキーパーっていうのは、まあ、やっぱり、一番後ろから、まあ、チーム全体だったりゲーム全体を見渡せると思うので、まあ、それの時間帯とかで、まあ、ゲームを読んで、まあ、コントロールじゃないですけど、まあ、そこでうまく、まあ、チーム全体を勝利の方向に動かせたらなと思います。で、まあ、性格の部分はちょっと見た目、まあ、怖いって言われることも多いんですけど、まあ、そんな感じでもないので、喋りかけていただいたら、まあ、気さくな感じだと思うので、ぜひ、まあ、気軽に声かけてください。まあ、そうですね、チームメイトで、まあ、あの高校の時の後輩の、まあ、ショーがいたり、まあ、でショーが、まあ、後輩なんですけど、まあ、普通にも十何年の付き合いでタメ口で喋るん で、まあ、それを見て、あのその他の後輩も、まあ、タメ口いろいろ絡んできてくれたりしてるんで、まあ、それはすごい馴染みやすいんで、まあ、ありがたいですね。僕は全然下に絶対敬語とか思ってないんで、はい、フラットな感じで喋っていただいて、まあ、上の先輩からには、まあ、僕は敬語で喋って、まあ、いろいろ吸収できたらなと思ってます今。まあ、そうですね、まあ、やっぱりマリノスっていうそのまあ歴史あるチームに、まあ、必ずやっぱこうフィットしないといけないと思ってますし、個人的には、まあ、それとともにやっぱりチームは、まあ、一つでも上の順位、そしてやっぱタイトルを必ず取らないといけないっていうのを背負って多分一人ずつやってると思うので、まあ、そこがまあ目標であったり、まあ、義務というふうに僕は感じています。そうですね、横浜マリノス、1年目ですけど、まあ、1年目と感じさせないぐらい、まあ、溶け込んで、まあ、チームの、まあ、勝利、結果に貢献したいと思いますので、よろしくお願いいたします。